シャン、タッタン、ポニョン、ポニョン、タッタン、ポニョン、ポニョン、エガちゃんです。しっかり2回やりました。上田さん、今日は実は、Google から、こんなものが届いたんだ。これ。サンキュー、ありがとう、シェイシェイ。結構大きい箱なんだよ。1月頭に届いたみたいですね。そうなんだよ。金の盾、銀の盾の時はもうちょっと薄い箱だったじゃん。今回大きいんだよ。何ですかね、ありがとう、感謝のなんかお年賀みたいな感じですか。そうだと思うんだよね。ちょっと開けてみようか。はい。おすごい。おおしゃれー。ありがとう、江頭2時50分。おお、ほんとだー。すごい。Google にありがとうって言われてます。言われました。やっぱあれだけ謝罪動画送ったから。ありがとうって言ってくれた。ちょっと中開けてみようか。うわー、おしゃれ。ちょっと待って、ほら、うわー、トレーナー、じゃあ着てみます。ちょっと着てみようか。ユーチューバーっぽい。おお、似合ってるとは言えないですけど。こっちは。ええー。上下。ちょっとしてみよう。サイズぴったり。ルームウェアみたいな感じですかね。そうだね。あ、ちょっと文章がありますので、一回座りますか。座ろう。こんにちは。2020年は本当に大変な1年でした。そうだね。クリエイターの皆さんは動画や活動を通してコミュニティに元気を与え、人々の心を結びつけてくれました。皆さんの創造性と忍耐強さを称えるとともに、世界中に広がる YouTube のコミュニティをさまざまな形で支えていただいたことに感謝を申し上げます。ちょっといろいろありますが、YouTube スタッフ一同を含む世界中にいる皆さんのファンに代わり感謝の気持ちをお送りします。本当にありがとうございます。 YouTube チームより。おー、いろんな人に送られてるんですかね。ただ江頭2時50分様ってちゃんと江頭さん宛てには届いてるんですよね。あ、江頭さん、はい、ちょっとこれ読んでください。はい。江頭2時50分、2020年は本当にありがとうございました。江頭さんのチャンネルで多くの方がハッピーになれたと思います。ブリーフ団の皆様も本当にお疲れ様でした。おお。2021年がさらなる発展の1年になりますように。和人、山本、 YouTube。 おお、山本。
ちょっとイカチャンネル宛てに、そうブリューダンのこともちゃんと知ってた。おお、多分ガツントルミカンのことも知ってたよかったですね。すごいよかった。ちゃんとグーグルさんからありがとうって思ってもらえてたっていうのが嬉しいですね。そうなんだよ、嫌われてなかったっていう。そう、山本グーグルありがとう。俺のヒット見逃すなよ。